いどうも、ミトです。今日はトマトと野菜の卵とろとろカレー炒めを作ります。タイトル通りです。きっと卵がカレーと相まっていい感じになるんじゃないかと思います。じゃあ材料紹介どうぞ。今日の食材はトマト、ベーコン、インゲン、しめじ、玉ねぎ、卵と調味料的にはお酒とかカレールーとかマヨネーズです。私いつも冷凍インゲンを使ってるんですけど、適当な長さに切っといて、アーニャさんもブチタさんも言い忘れてた生姜です。千切りにします。インゲンは 46g、 概要欄にはちゃんとしたはしょった数字が書かれてます。玉ねぎ使い差し 66g、では中の方はこのままスライスして、外の方は半分に切って、で珍しく生のしめじ、石突きをばらけさせます。そしたらトマトをくし切りにします。4等分かな。カレールーさんも刻んでおきましょう。そしたらまず卵を溶いて、卵から炒めていきます。ここにマヨネーズを大さじ1、お塩ひとつまみです。サラダ油小さじ2。そこそこに温まりましたら、じゅわっと入れてささっとです。ではこっちに返すと液だれしません。はい、もうこんくらいでいいです。一応フライパン洗うか。インゲンなんですけど、生インゲンを使われる方はぜひとも下茹ではしてください。青臭さが取れます。たらここにトマト以外の野菜を入れちゃいます。ベーコンも入れます。ベーコン 118g と出ました。トマトがちょっとどうしても大きいように思えるので、3分の1と2で切ります。失礼いたしました。では火力を上げて炒めていきましょう。火加減は中火です。あまりいじくり回さないで30秒ごとにひっくり返してやる感じです。しめじもしなっとしてきたら、ここにお酒入れます。じゃあこの水分を利用して軽く溶かして、火を落として混ぜましょう。ダマがなくなったらトマトを入れます。火力を上げます。トマトの形が崩れ始めたら OK です。トマトから水分も出て、なんていうか落ち着く感じになってます。さて、そしたらここに卵を戻し入れて完成です。お昼にちゃちゃっと、副菜にちゃちゃっとにふさわしいお料理ですね。ちょっと切ってあげて、もうこれ火切っていいです。はい、卵黄色見えた方が美しいので、これで完成です。イエーイ。じゃあ盛り付けていきましょう。トマトと野菜のとろとろ卵カレー炒め完成です。じゃあ食べていきましょう。いただきます。お好みで一味や胡椒をかけてお召し上がりください。とろたまちゃん、うん、おいしいね。うん、卵ふわふわ。うん、トマトの酸味がいい。この卵がうま。卵
卵トロトロなんでスプーン必須になってしまいました。ごっぱまでした。いや美味しかったですね。あの卵のコクとコクっていうかトロトロっていうかそれとカレーが相まってとっても美味しかったです。今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。